皆さんこんにちは。写真家尾形秀美ことデミです。今日のこの写真は去年イスラエルで撮ったものなんですけど、イスラエルとパレスチナの間にそびえ立つ分離壁があって、そこに小さな隙間があったんですね。その隙間を天使たちが開けようとしているステンシルがあったので、すごく印象的な場所だなと思って撮影しました。この壁の近くにも Here goes children on both sides、 争い合ってる両サイド、その both sides に、両方のサイドに神の子がいると書いてある壁画があったので、本当クリエイターって両方超越した視点でクリエイトするんだなと。こういう緊張感のある場所でも both sides に神の子がいるって書いてあるその壁画に感動して撮った覚えがあります。今日も私のストーリーを聞いてください。ブランキー・ジェット・スティーンに出会って、まあ、衝撃的な出会いだったんですけれども、それで撮影させていただいて、その作品を、まあ、写真集という形で世に出したら、まあ、私の新たな扉も開いて、スーパースターたちから撮影依頼もどんどんいただくようになって、本当多忙を極める毎日を送るようになったんですね。まあ、その一方で、まあ、ストレスもためながら、でもクリエイターとしての自負がすっごい芽生えたっていう、まあ、そういう時期に、まあ、アメリカのデスバレーでロックミュージシャンを撮影っていう仕事をもらって、そのデスバレーに着いた時にガツンと頭を殴られるような感覚に陥った。その時の写真見てください。これはラスベガスからルート178を通って、ローシュアトリー、レッドロック、デスバーリーと旅しながら撮影したんですけれども、砂漠に着いた時にもう絵画の中にポツンと入れられたっていうような感覚になったんですよ。本当もう神の創造物は自然界の創造物、もう完璧だっていう、東京でクリエイターとか言ってる私がと恥ずかしくなるぐらい圧倒されて、もうシャッターも切れないぐらいもううわーっと圧倒された瞬間に、あーって私だってとプログラマーに作られた完璧な存在だ、私だって完璧だって感じた、直感が来た、その瞬間にそういうモヤモヤとした心がブワーッと抜けて、それからというものをもう天からこう操られてるみたいに、誰か止めてくれっていうぐらいバン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 撮って、すっごい撮影をしたっていう、そういう経験があります。思うにこの地球上に生きてるって、生まれて生きてるっていう以上、それぞれがもう唯一無二の完璧な存在、完全完璧な存在、もうあなたしかいないっていうオンリーワンの輝きを持って生きてる、そう感じてます。そのオンリーワンの魅力、輝きを引き出して写真に撮って見せてあげるのが私が一番やりたいことだなと思って、日々写真を撮ってます。じゃあ今日もあなたの最高の笑顔を見せてください。
じゃあね。